続いてはアナライズプラスのコーナーです。ここからは複眼経済塾塾等のエミンユルマズさんにお話を伺います。よろしくお願いします。ます最初にちょっとお願いがあるんですけども。まあ、最後の最後でいいんですけども、やっぱり今のトルコの話は。うどうしてもこれきりなるので、これもちょっとお願いします、ね。はいわかりました。はい。<laughs> もう今日いろいろね、質問してまいりましょう。はい、まずはこちらから。うん、えー、っとですね、まあ、これちょっと今のマーケット。 がどううなっているのかっていうのかで最近でちょっと面白い論文研究があったのでちょっとまずそこの紹介から始めたいんですけど、はいまあ、これはあの日経新聞の実は記事で「誰が株式市場を壊したのか失われた価格発見機能」という記事が3月15日に実はあの、まあ、オンラインに載っててその翌日の朝刊にも載ってますとでその記事の元になったのが実は証券のアナリストジャーナル3月号に載っていた この,あの論文ですね、はい、えこれはバレー投資の最高っていう、まあ、論文が、うん、まあ元になってるんですけど簡単に説明すると何かというとですねこれはあの野村アセットマネジメントの、まあ、ファンドマネージャー3人がですね日米の四十年過去40年間の株価と、まあ、会社の業績データを検証したところ、はい、でその,あの基本的には まあ業績がいい株っていうのはあの、まあ、パフォーマンスがかあのあのその株価のパフォーマンスが良くなるという、はい、まあそういうあのものなんですけど、はいうん、で彼らがどういうやり方でその,、まあ、あのそのパフォーマンスを検証したかというと12か月先の,、うん、あの企業業績を完全に知っているとしてこれはつまり完全予見ですね。知ってているとして あの投資したらつまり1年後の業績をもう完璧に分かっているともう予言者だと私は分かった上で投資したらパフォーマンスはどそれで見ると当然なこれ当然なんですけど当然ながらその2010年まで約30年間はあの全てあの市場に対しては10%以上のパフォーマンス超過リターンというのはあったと日米株式はね。 しかしですね面白いことに年からパフォーマンスが悪化してるんですね <laughs>、えー、つまりあの100%企業の業績を予見していたとしても、はい、パフォーマンスがそこまで出なくなっているとでもっと面白いことにこれが2018年にはですね日本株の超過リターンというのに1.6%。えー そして2019年には1.1%まで低下、うん、そしてなんとアメリカは米株はですね2019年にマイナス2.2%と<ー>つまり業績のいい株が儲からない業績のいい株、うん、業績のいい会社の株って上がらないという市場をアンダーパフォームしているという本来あってはならないおかしな話が今起きているということですね、うんはい、市場では。つまり これは市場というのは価格発見機能っていうのがあります。つまりいいものを発見すると市場というのは合理的に動くだろうっていう。しかしそれが2010年以降はその機能がどんどん弱体化して、そして足元では相当その機能を失われてむしろマイナスになっていると。うん つまりむしろ業績悪いものを買った方がいいというですね。<laughs> そんなおかしな話になってるんですけど、その典型例っていうのはですね、実はナスダックなんですよ、はい。は、うん、で、そのまあナスダックとこれはあの S&P 500の2009年以降のパフォーマンスの差なんですけど、約3倍ぐらい差がついてます。で、あの当然ながらそのナスダックっていうのは高成長、ハイグロース、まあテック企業がたくさんの中に入っているので、まあつまり特に2010年以降っていうのはあの その世界市場っていうのは全て成長株グロース株に投資していたとでしかもそれがあのすぐに利益出なくてもいいとあのまあ今赤字でもいいですということでそれがさらに2018年以降は悪化しているっていうことでもう一つちょっと面白いものを見せるんですけどこれはですねゴールドマン・サックスがあの作っている赤字 IT 企業赤字テック IT 企業の指数です。 どういういものなんですかこれがつまりですねノンプロフィタブル今赤字の企業あのテック企業、うん、IT 企業で作った指数ですね、まあ、つまりまだ利益出てない、まあ、そのうち出るかもしれないけど今は利益出てない赤字企業の方はみ見ての通り特に2020年以降、まあ、これさっきも言った2019年からここあのアウトパフォーマン始まったんですけどこのここ1年間でものすごい勢いで買われてるんですね。 今赤字なのにそういういことですまあこれはあのつまりまあ成長株っていうのは確かにそのまあ今赤字でもそのうちは黒字になればっていうのはあるんですけどただそのプロジェクションつまりまあこれはあのテスラしかりこの中に入っているまあいろんなテック企業しかりなんですけどかなりですね楽観的にあのおそのまああのいわゆるその現実とかけ離れたプロジェクションを 例えばテスラの場合はもうテスラほぼ1社でなんか自動車市場のもう半分以上を占めるみたいなそういうつまり見立てに立ってのバリエーションあの企業価値が評価されているという。で えー、つまり今キャッシュフロー全く生んでいない、まあ、その典型例というのは実はですねあの最近になって例えばそのゲームストップ株だとか、ね、アメリカの,、うん、この特に個人投資家がオプション投機をやっていてそれもう一つそのアメリカでいうとペニーストックといいまして、うん、つまり1ドル以下の株、うん、あのこれは、まあ、いわゆるその、まあ、こう言っちゃちょっとあれなんですけどあまり普通のその あの真面目な投資家が買わないようなものが逆にパフォーマンスがよく勢いよく上がっていったというのがま,あまさに今足元で起きていることで,でそのまあこの先ほどの論文ではですねその理由としては実は3つぐらい挙げていてまあその1つ目はやはり2010年以降のまあ金融緩和ですね。特にに日日銀まああの日本に関しては あのずっと ETF を買っていますし株の ETF を買っていますし FRB に関してはまあこれ量的緩和をずっとやってバランスシートを大きくしてるんでそれもここにあるんですけどまさにこの例えばこれがあのリーマンショックなんですけどこれがリーマンショックの時のバランスシートの拡大これがあのコロナショックのバランスシートの拡大。 つまりですね過剰利動性が、まあ、市場価格を歪ませていると、うん、その市場の価格発見機能を壊してしまっているというのが一つ目でもう一つですねこれあの、えー、岡崎さんの方は多分ご存知だと思うんですけどパッシブ運用ですよね。うん、パッシブ運用がもう台頭してきてるんですって、うん、パッシブ運用が結局はインデックス買いをしているのであんまり銘柄選択してないんですよね。うん、そしてもう一つはやっぱりパッシブ運用が 買った時のインパクトっていうのは大きいんです。その、うん、まあ例えばそのあのテスラに関して言ってもあのまあ年初にえ去年の12月でしたっけあの S&P500 に組み入れられたんですよね。ねうん、でそうなると何が起きるかというと S&P500、うん、を自動的にその資産を買ってる人たちっていうのは大量に買うんですよね。うん、で、ね、S&P500 に入るまでに逆に価格をずっとすり上げた人たちっていうのは S&P500 に組み入れられた途端に いわゆるそのまあ年金ファンドとかにそれを高値で売ってるわけじゃないですか。ででもそれって結局どういうことかというと、まあつまりアメリカのあのペンショ年金者ですね。つまりあの高齢者に高値で渡されたってことです。年金でってるみたいなうそういうことですね。まあつまりインデックス投資なので、ね、でこれ買わなきゃいけないんです。でつまり世界ではもうここ20年間でずっとまあアクティブ、まあ銘柄選択 アクティブに銘柄を選択するっていうですね。そのアクティブ投資っていうのは、どんどん衰退していって、パッシブ投資。が流行っているということは、まあ、これ当然ながら、価格発見機能っていうのは、これ。どんどんなくなっていっちゃい、うん、弱くなっていくんですね。で、三つ目が、まあ、これは確かにメイクセンスなのは。まあ、今見える数字じゃなくて、あの、世の中が結構、そのハイテク企業は増えているので。はい、まあ、目に見えない無形資産。 まあこれ知的財産だったりとか発想だったりコンテンツだったりそういったものっていうのはもっと価値があるだろうとブランド力とかですね、うん、でそれがそのバリエーションに表れてこれは一理あります確かにそれはあの否定はできません。ただし、まあ 問題がです、ね、その一般的な投資家にとっての問題っていうのは<え>こんな相場はどこまで続くのかこここですよ、ね、このこんな相場はどこまで続くのかっていうのがポイントで,、はい、で一もう一つはです、ねまあ、例えばその、まあ、バリー株の投資家さんからしてみるとバリー株がここまであのパフォーマンスが悪いとバリー株投資にそもそも意味があるのかっていうねうあの企業をあのリサーチして分析して。 いい企業を見つけてっていうのは何の意味なんだっていうのと、もう一つはですね。株式市場ま市場関係者、もしくはそのま国として見た場合にはここまでそのいわゆる価格発見機能。もしくはですね。もっと大事なのは、実はそもそも株式市場の役割というのは何かというとまあ、新しく出てくる企業。まあ、新しいビジネスに資金調達をすることです。ですまあ、つまり、うん、あの余剰資金余った国民の余剰資金を。 あのまあ必要としているビジネスへあの届けることによってまああの国全体の生産性あの労働生産性が高まって新しいビジネスが育ってさらに雇用を生んで世の中が豊かになるそのためのビークル手段というのは株式市場だってそれがなくなくってるんですよつまりまあ日本でもよくここ10年皆さん多分思っていらっしゃると思うんですけど新興企業というのは上場直後に株価が暴落するというで、はい。 結局はその、まあ、あのつまり上場ゴールと言われてるわれけなんで,でそういうことが起きているかというと当然ながらそ,のそういった、まあ、ここまでインデックス投資をやってあのどんどん一部の銘柄にしか株価がいかなくなると当然そういった株って変われないんですよ大きい投資家さんによってはね。うまあこういったその構造的な問題が起きていてただ私はですねこんな状態は長くは続かないと思います。はい、まあこれはあの、はい、いわゆるその 最終的には、まあ、あのあのロケットを打ち上げるみたいなもんで軌道に乗らなければあのもうガス切れになってどんどんモーメンタルがなくなって <laughs> 重力に逆らえないで落ちてくるはずなので、うん、となるとです、ね、こういった、まあ、いわゆるその、まあ、中身がない、まあ、ちょっとこう例えばその今アメリカでミーム株っていうふうに言ってるんですけどどちらかというと個人投資家が盛り上がって買ってるようなものよりも 割とやっぱりその今キャッシュフローを生んでしっかりしている企業にお金が流れてくるそしてそのきっかけっていうのはおそらく金利の上昇だと思いますでこれはあのまあ今インフレ懸念で金利が上昇していて世界的には特にですね小ティ価格が上昇しているとで、ね、これが一つのトリガーになる可能性はあります。でもう一つはやっぱりそのえまあ世界の主要中央銀行がどんなに ええ私たちが金融緩和をしばらく続けますよと言っても市場自体がですね今度あのその正しい価格の付け方をします債券に対してその永遠に国債売っていいっていうわけではなくて国債どん誰も欲しくなくなるのでそうすると当然ね今アメリカでそれが起きているんですね今年に入ってからはあのまあ国債をアメリカが大量に発行しまくって今度国債を大量に抱えているアメリカのまああのいわゆるう 国際保有者中国だったり日本だったりというのもうお腹いっぱいなんですよみんな外国。で結局 FRB しか買わなくなるということになりますとこれは当然ながら金利が上昇していって本来 FRB がやらなきゃいけない金利,金利の引き上げを市場が FRB に代わってやっているということになってしまいますので。うん、つまりこんな じゃぶじゃぶにお金を永遠に印刷することはばらまくことはまずできません、はい、でそれが今始めてるで私実はですねその兆候がアメリカとか日本よりも主要国ペリフェリーっていうんですけどね、はい、これは英語でに現れていると思っててその典型がトルコです<ー>まずちょっとトルコリラのチャート見せていただくと、はい、これがあの2019年からまあトルコリラがずっと下がっていってただしこれ11月まあこれはワクチン相場 とほぼ同じ時期なんですけど株式のまあトルコ賃金も利上げをしてここからをやっぱり約25%ぐらいトルコ利上が上昇したんですがこの足元でですすね大きく下がってまこの背景はまあエルドアン大統領がこの中銀総裁をいきなり更迭したというのは理由なんですけどなでんで更迭したかというと中銀総裁がトルコの政策金利を17%から19%に、ね、引き上げたんです。 なんで引き上げたかというとですね、これはトルコがものすごい今インフレになっています。はい、で、あのそうやらないと通貨防衛ができないんですよ。はい、さらにインフレを抑制することができない。でもう一つは、例えばブラジルも六年ぶりに利上げを,、はい、をしました。うん、で。 まあ、あの日銀も、まあ、ちょっと示唆したんですよね、あの最近では少し金利の変動幅をあの変えたりとかもしくは ETF 外をトピックスに、まあ、つまりです、ね、全世界ではもうこんな金融緩和は永遠に続けられませんというのがもう実はコンセンサスになっていて昨日もパウエルさんは、まあ、こんな永遠にはアンサステイナブルだと言ってます、うん、つます持続、こんな永遠には続けられませんと。うんで そのでもう一つ何を言っているかというとアメリカはあのその常に、えーまあ、自分の国債債務は支払いますよと、まあ、つまり安心して買ってくださいよって言っているんですね、国債を、まあまあ。アメリカもさすがに心配になってきているということですね。<laughs> うん、ということを考えますと、まあ、つまり相場としてはこれ何を意味してる過剰利動性相場がそろそろ私は終わりになると思っていて。うんうん、でそれに でじゃあその皆さん一般投資家にとってはどんなことが起きうるかというと、まあ、これおそらく1回はまあどの指数も大きく調整する局面もあるでしょうとこれが1つ目。はい、えでただしあのこの相場が正常化すれば今までお金が入らなかったバリュー株におそらくお金が入る、まあ、これ私は実はその IT バブルう崩壊2000年のですね、うん、にすごく似ていると思っていた状況としてはその後も 約10年間ぐらいはバリー株にお金が入っていたので、はい、まあつまり、えーまあ、これはいわゆる一時的な歪みだと思っていただいてあの市場が元に戻るということであ皆さんはまああのいい企業、まあ、あの今、キャッシュフローを生んでいる真面目な企業というのを探すというのは多分これは間違っていませんと、まあ、これが今日の結論、うん、なのであのまあその意味では日本というのはそういう企業がたくさんあります。はい、うん 私はだから日本株に対してはさほど心配はしてません。ただもちろんこれあのまあいつものことなんですけど、まあ I T バブルの時もそうだし、リーマンショックの時もそうだし、まあこれはあの。 アメリカ人の暴走っていうのは結局私たちにも迷惑がかかります。の向こうで作ったバブルっていうのは私たちがさほどそこまで恩恵を受けないんだけれどもはじ、うん、けたらこっちまで迷惑がかかるっていうのはこれは事実なので <laughs>、うん、まあそこだけはなので今後私はもうすでに実は崩れ始めてると思っているのでアメリカのバブルはですね。はい、なあこれはあのナスダック実は2月に頭を打ってる、うん、天井を打って下がってますので。そ、うん、そしてあの例えばその 今まで盛り上がっていた m まあこ株さっき見せていたその利益の出ない赤字テック株というのも相当バリエーションが高いところからあのあの株に個別株によっては4割、5割調整はしてるん、はいるのでこれっていうのは相当な今調整が入っていて実はバブルがちょっとずつ崩れ始めているということなので、まあ、これって面白いことにあの IT バブルの時も3月にバブルあの崩壊し始めたんですけど市場がそれに気づいたのは夏だったんですよ、ね。よ だからこういう時はあのいわゆる代表株株リーダーリーダー株っていうののパフォーマンスが指数下回るんです、はい、まず皆さんそこで見ていただければと思いますた今の例えばここ10年間のアメリカ株の相場を引っ張ってきた株っていうのは何なのかって、まあ、いわゆるガーファですよね。うん、でその GAFA の実はですねパフォーマンスっていうのは去年の夏以降に指数下回ってるんですよ。うん、これ面白いことにつまり あのまあ、これ、私の感覚でいうともう、市場というのはそろそろこの、うん、あ緩和は家に続けられないということに気づいているので,、うん、でそれが例えば今、ナスダックに現れているもしくは例えばトルコリラだったり、まあ、エマージング諸国でんでエマージング諸国に現れるかというと、はい、あのエマージング諸国いわゆる新興国というのは国でいう成長株みたいなものですね。うん あの成長株の国バージョンです。あのつまり今利益は出てない。今はあのその財政が強くないけれども成長はしているので投資をしましょうっていう部類のものなので、そういったところって今困ってきているというのはこれは私は何かの兆候サインだと思ってます。引き続きこう注視してなくいかな,きゃい,けない。けトルコで金融不安はまだ起きてないですね。あのエルドアン大統領はあのまあ皆さんあの国民に対しては持っているドルと 金は、あのトルコ事情に買いなさいと、<laughs> で国に預けなさいというふうに言っているので。まあ、つまり、いつ起きてもおかしくないよう、今状況にはトルコは来ていると。わかりました。いうふうに思います。まはい。はい、えみんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。